狭い湾が複雑に入り込んだ沈水海岸のこと。リアス海岸、あるいはスペイン語でリア、またリアの複数型を用いてリアスとも言う。谷が沈行してできた入り江を溺れニという。もともと海岸線に対して垂直方向に伸び、河川により侵食されてできた海赤国が溺れニになり、それが連続してノコギリの葉のようにギザギザに連なっているような地形を、 リアス式海岸という。海岸線に対して平行な海赤国が沈水した場合は、ダルマチア式海岸と呼ばれる。海岸線に直角な高し伏せの激しい地形が沈水するとリアス式海岸になり、さらに沈水が進むと多頭海になる。もともとこれらの沈水は谷の周辺の沈降によって起きたと考えられていたが、気候変動などの研究が進み、 最終表記が終わったことによる世界的な海水面の上昇によるものと考えられるようになった。リアス式海岸のノコギリの葉のように複雑に入り組んだ入り江内は波が低く水深が深いため港として古くから使われた。溺れ谷に河川が流れ込み続けるなど寄水域としての環境もあり沿岸漁業や養殖などの漁業が中心として営まれる。しかし、 陸地は、起伏が多く、急な傾斜の山地が、海岸にまで迫ることもあり、平地が少ないため、陸路での移動は不便になりやすい。このため、長らく船以外に外部との交通手段がない陸の孤島となっていた場所もある。リアス式海岸は、海岸線に対して垂直に開き、湾港に比べて、奥の方が狭く浅くなっている入り江なので、沖合では低い津波も発行が急激に高くなり、 大きな被害をもたらすことがある。そのため、津波を防ぐための高い防潮堤を設けるなどの対策が取られている。また、湾内では一度押し寄せた津波が反射波となり、対岸同士を繰り返し襲い、津波の継続時間が長いことも知られている。また、平地が境外で海に迫っているため、交通網が寸断している、可能性が高く、津波が去った後の救助。 支援活動にも障害がある。リアス式海岸という名称は、スペイン北西部のガリシア地方で多く見られる入れに由来する。ドイツの探検家であり、近代地形学の草分けである、フェルディナント・フォンリヒト方編は1886年に、研究旅行者への手引きを発行し、この中で、ガリシア語等で、入り江を意味する単語である、リアあるいは、入り江の多い地方の名前をもとに命名した。 ただし、リヒトホーフェンは、海岸線と垂直な方向に伸びる溺れ谷の連続する複雑な形の海岸線を、リアス式海岸と定義していた。1919年に、アメリカの地形学者のジョンソンは、より広い言葉として、沈水海岸を定義し、リヒトホーフェンの定義したリアス式海岸のうち、河川の浸食によってできた海赤国が沈水して、 こぼれ谷となっている場合をリアス式海岸、氷河の侵食によってできた有事国が元になっている場合をフィヨルドと定義し、これが定着した。リアスは複数形であるが、オットーシュリューターは1924年、フィヨルドのように単数型を用いたリア式海岸と呼ぶ方が妥当と論じた。日本ではリアス式海岸とリアス海岸は混用され、 学校教育の教材では1927年の地理教育用資料にリアス海岸が登場し、1955年頃から2008年頃まではリアス式海岸と表記していたが、それ以後はリアス海岸と表記するようになった。1933年発行の地理学評論に収録されたリアス式海岸という術語についてで著者の岡田武松は、要するに、 地形学者間でも未だ一定しておらないのだというに、過ぎないと結んでいる。観光地などではリアス式海岸という記述が残るが、学校教育においては、現在はリアス海岸の子で統一されている。ありがとうございます。